ビーフジャーキーを作ります。牛肉、細切れ、オーストラリア産の赤身、これで 300g あります。このパックを2つ使いました。つけだれを作ります。ブラックペッパー 5g、 チリペッパー 2g、 すりおろしニンニク、すりおろし生姜、3倍濃縮めんつゆ、日本酒、よく混ぜ合わせます。牛肉をつけだれにすべて投入します。2パック 600g 入れました。肉とつけだれをよく絡ませたら、ラップをして3時間程度冷蔵庫に保管しておきました。3時間後、肉の水気をキッチンペーパーで拭き取りました。表面の水気を拭き取ったら、網に並べて風管の工程に入ります。スライスされた牛肉は無理に広げていません。この状態で3時間程度扇風機の風に当てた後、一晩風通しの良い場所で乾燥させました。翌日の状態です。だいぶ水分が抜けました。電熱器で燻製器を温めて温熱乾燥を始めます。この状態で燻製器内の温度を60度まで上げて1時間温熱乾燥です。煙はまだかけません。1時間後にスモークウッドを入れて燻煙をスタートします。燻製器内の温度は65度前後をキープし、2時間いぶしました。燻煙が終わってから1日程度置いてから食べると、煙臭さも落ち着いて美味しくなります。